ではご紹介、上田さん笑っちゃってますね。ご紹介をさせていただきたいと思います。人気と実力を兼ね備えた女子プロゴルファー、2007年国内賞金女王、全米ツアーへの挑戦を経て先週末の試合では4位に入賞するなど国内の女子プロゴルフツアーで活躍しておられます上田桃子さんです。よろしくお願いします。そして美容にこだわる男性代表、ノンスタイルの井上裕介さんです。お願いいたします。そして働く女性の代表としまして針千本の近藤春田さんです。春菜ですよろしくお願いいたします。上田さん、ちょっと吹きながらご登場になりましたが、はい、でも井上さん、上田さん、すごい夏らしい素敵な装いです ね、 はい、このゴルフウェアおしゃれなのがね、はい、多くて普段着でも着たいぐらいです ね、 ね、お似合いですよね。今日はあれですか、はい、千葉のカントリークラブの方が1名まだキャディーじゃねえよいやキャディーさんの格好してますけど、カントリークラブから抜け出して、そうですね、お迎えしちゃいましたねお一人。違うんですいますよね、はい、こういう人います。ゴルファーより汗だくなるキャディーいや、あのね、楽屋入ったら私の部屋だけこれが用意されてたんですよ働く女性代表って聞いて働いてますけど、キャディーさんも今日志村けんさんとコントを、いや違います、志村コンで来たわけじゃないんですよ違いますか、ちょっと脱いでいいですか、ちょっと、え、春菜さん、ここで脱ぐんですか。生着替えですよ取りなさいシャッター押しなさい。生着替えもね、朝だから寝ぼけてるからあ出た、いいですいいですいいですごめんなさいね、こんな時間。え、割とでもあの下に着てるゴルフウェイもオールドタイプのやつなんですねそうなんですよ、なんかね、すごい可愛らしいじゃないですか、割と英国系のなんかすごい紳士のスポーツだから聞いていましたけどね脱げますか脱げますよ、ね、脱げるやだ、こんなエロくないわおい、エロくないわごめんなさいね、ちょっと こんなところでお時間いただいて、はい、それありがとうございます、ありがとうございます。可愛らしいですね、下のギンガムチェックはね、ギンガムチェックは違います、全体的に春菜さん全体的に可愛いですよね、やっぱゴルフウェア本当に可愛らしいですよね金持ちのデブの小学生ちょっとやめてくださいよ、金持ちのデブの小学生じゃねえわ違いますから上田さん、ちょっと今日はずっと笑ってそうですね、楽しくなるそうですね、はい、はい、どうぞお坂田よろしくお願いいたしますさあ今日はですね、皆さんご存知のアネッサから限定で発売されましたスプレータイプの日焼け止めをご紹介してまいりますが、まずは皆さんの紫外線対策について伺いたいと思います、はい、まず上田さん、4月に入ってプロゴルフツアーも始まっていて、こう日中は長い時間外にいて、はい、紫外線を浴びていること多いと思うんですが、はい、日焼けって気になりますよね、紫外線対策は。紫外線対策は、うん、本当今までもずっとアネッサの日焼け止めを使ってたんですけど、やっぱりスプレータイプはなかったので、やっぱこうちょっと手がベタベタしたりだとか、スタート前に塗らなくちゃいけないことが多かったんですけど、うん、このスプレータイプになってからはこうプレーをしながらでもずっとつけれるの で特に曇りの日が一番やっぱ焼けるって聞くので、はい、そういう時にも今は使ってます。なるほど、はい、もう実際にスプレータイプも愛用いただいて、はい、先週の試合もここぞとばかりに使ってたんですけど、うん、本当匂いもすごい良くて、でベタベタしないですし、ね、最高です。簡単につけ直しできるって本当嬉しいですよね、はい、動いている時にはですよね。ありがとうございます。では井上さん、はい、今回美容にこだわる男性代表、ね、ということなんですけれども、はい、井上さんゴルフもなさるんですよね。ゴルフもしますし、はい、まあ、僕も春菜もそうですけど、この夏になったら一番多いのがやっぱロケ焼けっていうのが多いので、そうですね、やっぱり外でロケするときに、はい、やっぱりこのパパッとね、時間がないんで、うん、こう塗るよりかさーっと触れてね、あのこの日焼けを対応できるっていうのはありがたいことですし、うん、で今はいいんですよ、まだ若いんで、やっぱり40代50代になってからやっぱ男性もね、この日焼けとか気にしとかないと、あのシワやたるみにつながりますんで、やっぱ未来のための先行投資として今からやっぱ日焼けはねケアしとかないといけませんし、ね、はい、上田さんも笑ってますけどそこ気にしますいや今じゃない、もう未来のためにですよだからやっぱ紫外線をカットしてくれるものが多く含まれてるやつとか、うん、やっぱ好んで選びますよね。
シワたるみ以外のことも気にしてほしいところ。いやいや、そこだけを気にします。なるほど、そこがこう一番大切、はい、でも海とか行った時に、はい、やっぱ海に一回入っちゃうと日焼け止めが取れた気持ちになるから、はい、そのためにパッとできるっていうのがこれまたありがたいんですよ、うん、すごい意識高いですよね。意識高いですね。びっくりします。今日肩書きがね、美容の意識が高いっていう、はい、代表で俳優さんが来られるのかなと思ったら、うん、いつも見る井上さんだったんで斉藤匠じゃなかったんです違ったんですね、はい、もうだから化粧、あのオールインワンの化粧水やって、あの日焼け止めやれば化粧水してるんですかもちろんですよ。どうですか、こうよくお仕事なさる春菜さんから見て、はいはい、井上さんのその意識の高さというのは。いや本当意識高いと思いますけど、資生堂さんもまさか井上さんに使われるとはとは思ってないでしょうね。春菜さん、はい、私資生堂さんのこういうイベント結構頻繁に呼ばれてますハマってるんです、そうなんですね、資生堂にハマってます、すいませんありがとうございます。そうだったそうですね、はい、結構来たんですね、はい